の参加をどうしようかと話されていると、南さんの娘さんが、お母さんはこの南紀喝采祭りが大好きやったんやからみんなで行こうよって、あのすいません写真を持ってきてもらってるんで、ちょっと私たち端にどけたいと思います。亡くなり方がね、まあ、どうぞ、はい、娘さんやんね、はい、亡くなり方がね事故でちょっと急すぎたため、本人は亡くなったことに気づいてないんやないかと、絶対にこの会場に踊りに来てるはずやからっていう娘さんの強い気持ちを持って、メンバーの皆さんは今日ここのステージに立っていただくことができました。ということで本当に今回ねキャンセルすることなく参加してくれました。南さんも喝采わっしょいが大好きで、喝采祭りが大好きで、入ってくる新人さんにもこの喝采祭りほんまに面白いからみんなで行こうねっていつも言ってくれていたそうなんですね。というわけで多分南さんここにおるんで、みんなで南さんの大好きだった喝采わっしょい踊りたいと思いますので、入ってきてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、私はおりします。はい、お願いします。はい、じゃあ喝采わっしょい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、最初は有名なピコピコ音でございますね。海の生き物の皆さん、なりきってくださいね。ワカメ、イセエビ、カニ、マグロ順番バラバラです。もうめっちゃエビがイセエビに栄冠になりました。なりました。今日は海をバックにみんなに踊っていただいて、本当に南紀喝采祭盛り上げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そらそら、ペバヨーカドワイラッシャーにトップ
間参加していただいてありがとうございました。ありがとうございました。南さん多分ここら辺で上上がって踊ってたと思いますよ、ね、本当にこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次ウラジャです。じゃあもうこのまま、はい、ウラジャにいましょう、はい。